最強攻略スリートップの組み方の考え方講座。はい、どうもすがちゃん、おちみおちゃいです。ブラックです。ということで今回の動画はイーフト最強攻略シリーズということで、すでにですねセンターバック、サイドバック、 DMF、 CMF、 OMF、 そしてねセンターフォワードの組み方考え方講座上がってるんで、まだ見てないよって方は見てみてください。まずね、スリートップの形にはまあ、サイドがねウイング型のスリートップと中に寄ってるスリートップの形があると思います。今回はこの疑似 3C の組み方ではなくて、一番オーソドックスなねウイング型のスリートップの組み方、考え方についてまず解説していければなと。まずですね、まあ、ウイングについてお話ししていければなと思うんですけれども、まあ、ウイングにじゃあどういった選手を置くのかっていうところからですね、足が速くて、まあ、ドリブルがしやすい選手ってところをまあ配置、まあ、あくまでね、目安なんですけれども、まあ、数値としてね、まあ、おもちゃがこだわっている数値、まずドリブル数値ですね、すべて85以上はまあ欲しくなってくるかな。でスピード瞬発、これもですね、まあ、すべて85以上にしたいですね。ただドリブルとスピシンっていうのはやっぱり関連してるよね。で、まあ、もう一個関連してるのがボディコンですね。これもやっぱり高ければ高いほどいいんですよね。85以上はやっぱ欲しいかな。で決定力ですね、まあ、ここは83以上かなと。まあセンターフォワードとかの選手に比べては、まあウイングの選手そんなシュート打つ機会はないんですけど、ただ83以上は絶対最低でも欲しいかな。ただ俺の場合はやっぱり結構ウイングの選手も今は90とかにはやっぱ近づけてるかな。どの選手もあればあるだけいいかな。やっぱり決定力もパスですね、70以上欲しいですね。これ結構あるあるなのが、まあ、ニョントとかサンマクシマンとか本当足が速くて、ドリブル数値が高い選手にありがちなんだけど、70以上やっぱ欲しいかなとなってきますね。やっぱりウイングの選手なんで結構ね最後のパスとかパスしたりするところも多いんで、最低でも70以上はやっぱ乗せときたいかな。数値も重要なんですけど、ウイングの選手はねスキルもこれめちゃくちゃ大事なんです。スルーパス、ピンポイントコロス、ダブルタッチ、コンカ、これは必ず必須です。まずねセンターフォワードの抜け出しとか、中盤の選手でね中盤選手こう上がってくると思うんですけど、その選手に対してやっぱりねウイングの選手ってスルーパスを蹴ることが多いんですよね。スルーパスは絶対欲しい。ピンポイントクロス、縦に行ってグランダクロスとか、あとはふわっとしたチョンクロスっていうのを上げることがあるポジションでもあるんで、ピンポイントクロスをつけるとねクロスの精度を上げてくれるっていうのがあるから、このピンクロススルーパスっていうのは俺はほんとどの選手にもつけてるかな。であとは中に侵入してねシュートを打つっていうところもやっぱり多いポジションでもあるんで、コントロールカーブっていうのもあるとシュートレンジ、まあ、かなり広がると思うんで、コンカもねあればいいですね。ウイングの選手っていうのは、やっぱりタメを作ったり、1対1の攻防がね、激しいポジションでもあるので、確定ダブルタッチ。これもあるとかなり便利ですね。左、右、どっちの選手も、この4つのスキルっていうのは必ず絶対、つけましょう。まあ、そしてウイングのおすすめ選手ですね。まず右ウイングから紹介できればなと。メッシ、で、サラ、久保。で、それに加えて、まあ、右ウィングで言うと、キエーザとかリベリーって言った選手も、おもちゃでは結構おすすめかな。ウィングのプレイスタイルはどうなの？特にこだわりはなくて、ウィングのストライカーでも、インサイドレシーバーでも俺はいいかなと思ってて。インサイドレシーバーでもなんか結構嫌だっていう人、前作結構いたけどね。いるとは思うんですけど、まあ、前作ほどやっぱり中に寄らない、プレイスタイルになってるから、個人的には全然気にならないかな。で、左ウィングは、ネイマール、ムシアラ、ソン・フン、ムバッペ、ビニシウス、ロナウジーニョ、まあ、リベリーと、キエーザといった、こんな感じの選手ですね。で次センターフォワードですね。ライブレと無印っていうのが3トップの、センターフォワードの場合も、めちゃくちゃ強いです。やっぱリンクとかボックスとか、ターゲットマンとか置くよりもやっぱり裏に抜けてくれるっていう動きの方が強いと思うんで、環境でもやっぱりライブレと無印使ってる方が、よく多いかな。これも目安なんですけれども、まあ、センターフォワードにこだわってる数値ですね。ドリブル数値、まあ、全て85以上、スピード瞬発、これも全て85以上、ボディコン、これも85以上、決定力ですね、ここはちょっとウィングと違うんですけど最低85以上ですね。ウィングの選手よりも、センターフォワードの選手はやっぱシュート打つ回数とか頻度が多いんで、決定力もあればあるだけいいっていうことですね。パスですね、ウィングと同じかな、70以上最低欲しいかな。スキルですね、これウィングの時もそうだったんですけど、センターフォワードもやっぱり数値も重要なんですけど、スキルもめちゃめちゃ重要です。ワンパー、スルーパー、ワンシュー、ダブルタッチ、これは必須かなというふうに思いますね。密集地帯でボール受けるんで、まず簡単にパスで逃げれるワンパー、1枚ね外せるダブルタッチっていうのも必ず欲しくなってきますね。ウィングの選手とか中盤の抜き出しに対してスルーパスつけることもあるから、スルーパスもあればめちゃくちゃいいですね。で、ワンシューもですね、やっぱり絶対欲しくて、単純なんですけど、やっぱウィングからの横パスとかが一番多いんですよね。流れてくるんで一番。ここもやっぱりワンタッチシュートで必ずやっぱり仕留められるってところが欲しいんで、ワンシューも必須かな。で、さらに、コンカとかアウトスピン、ミドルといった、このシュートスキルもあると、まあ、なおいいかなというふうに思います。3つのスキルがあれば、いろいろな体勢からやっぱりシュートを狙っていける。センターフォワードのおすすめ選手ですね。まずラインブレイカーから、ムバッペ、
エルメニゲ、ラッシュフォード、あとサビオラ、無印ですね、クライフ、レアオン、まあ、フリット、トッティ、まあ、ラインブレーカーがね、俺は結構主には使うんだけど、ラインブレーカーのやっぱ裏の抜け出しが激しすぎるなとか、無印のね、クライフとかレアオンとかフリットとかトッティとか、この辺使った方がハマるっていう場合も、まあ、多くあるんじゃないかなというふうに思います。組み合わせ的には、これどういう組み合わせがいいんだろうね。まあ、さっき挙げた、ウィングのおすすめ選手と、センターバーのおすすめ選手、まあ、これを一体ずつ選んでもらえればいいんですけど、おもちゃのね、結構おすすめな組み合わせとしては、まず代表的なのは多分もうみんなもわかると思うんですけど、左ウィングネイマールで、センターフォワードムバッペ、右ウィングメッシ、これがまずめちゃめちゃ多いです。センターフォワードフリット、これも結構多いよね。左ウィングに、まあ、ネイマールじゃなくてリベリーみたいなタイプの選手で、右ウィングに、まあ、サラ、これも結構多いかな、このタイプの形。センターフォワードにトップだよね。左ウィングにロナウジーニョみたいな選手です。で、右側にカモタケちゃんとか置いて、この組み合わせも結構おすすめなんで。センターフォワードでいうと逆足頻度精度とかはどうなの？まあ、高ければこれも高いほどいいですね。やや低いとかはさすがにちょっと気になるから。あ、じゃあやっぱ左利きだけっぽい人とかはやめた方がいい。真ん中には置かない。最低でもやっぱ逆足はちょっと使えるぐらいの。そう、メッシとかも中央で多分置いてる人ちょっとスリートップの場合見るんだけど、あんま良くない。髪の子だったら100歩譲っていいんだけど。あ、そうだね、髪の子良くなってるからね。そう、なんだけど他のメッシとかをちょっとやっぱメッシの良さは発揮されなくなっちゃうから、どうしてもあの左でボール持って左で出そうとするから、本当にワンテンポ遅れるから。ということで最後にですね、お互いに好きな3トップの組み合わせでフレマしていきたいと思います。ということでいきましょう。おもちゃはですね、ムバッペとネイマール、そしてメッシという、まあ、一番環境にいるこの3トップの組み合わせでいいかなと。ブラックおもちゃの方がこんな感じ。俺はヨーク、メッシ、左にムバッペ。このムバッペスルーパス持ってるんで、はい、あの左ウィングでも十分いけると。なるほど。さあ、ということでいきましょう。まあ火力はやっぱ3トップが一番ね、あるからね、2トップ。はい、来た。この、ここよ！やばいね、これ。あー、惜しい！なんでこけるの？メッシでしょ？で、ここムバッペ入れる。で、ここ上がってくる。で、ダイレクト。え？で、ネイマ。まずい！まずい！はい！いやー、今のちょっと！素晴らしい。入れ替わって、もうその1点目からパホってお前。いやいやいや、もうなんかザ・テンプレみたいな、こういう。すごいね。このメッシ入れる、ムバッペでこのキミッヒ。で、これワンタッチ。こっか、ここ、あ、これ入れ替わり上げてるからね、ネイマールも。全員。しっくれるから。まあ、重い試合とかだと、打つだけで。カロ対決になりますから。いや、いい上がりしてきてる。いや、いいんじゃない？よー！はいー！よいしょー！あー、打つと。何？おい、ふざけんなよ。おい、俺が決めたシーン、お前。え、まだまだこれ多分大丈夫だよ。映ってるか？いや、綺麗やると思う。いや、すんごい綺麗。これ2点くれ。2点分くれ、これこれ、ドン、ま、これだよ。しかもワンシューのやっぱメッシ。いや、これちょっと動くよ、試合が。まずい。よし、え、超クロス。やめろ。いやー、ちょっと待て、おいやられすぎだろ、普通に。やっぱりね、このセンターフォワードって、ここがあるんですよね。これ入るじゃん。で、多分これみんな右とか左とか多分、あの、要はさ、メッシとか、ネイマーに出すんじゃないかなと思うじゃん。で、ここでくるくる回んのよ。出てる9です。てか、どう考えてもさっきのところで挟みたかったんだけどな。なかった。さあ、一回出す。で、ここでちょっと溜めて、裏、これで、ラインブレーカー、引きつけてると。で、ここ前にスペース。いやー、無理か。いやー、ちょっと待て。すごい。OK。来ないか。ちょっと待てよ、お前。待てて！いやー、すごい。まあ、使われる理由がわかるよね。だって相手の陣地で奪ったらさ、相当やっぱり有利に運べるからね。軽くありますね。何であれさっきからこれ。きた。これ何？あ！持ちやすい。使うか。しょうがない。いや、抜かれすぎ。おい、OK、おい、あぶねえ。さあ、いい上がる、キミヒ縦当てる。で、ムバビワンダメッシ、さらにまず抜けてる、抜けてる。いやいやいや、ちょっとお前チンチンやないか。あぶねえ。なめっぷだな、これ相手。おー、チュチュ、いやこれちょっと動くよ、試合が。ヘイ！いやー、やっぱ火力高えわ。なんだこのパス。
ずれてもみたいな、ね、クソみたいなか攻撃有利攻撃有利ゲーこれもしかしていやね、ここでまあどうしようかな、ムシムシ入れてこれは後半レアを入れたりとか、まあ、ちょっと右サイドに右利きの選手を置こうか。ここでボールが持てるとさ、こういうことできちゃう。ちょっと持って行け。いやちょっと待って、前何後ろから攻撃。いやー危ねー、無視ヒメリーとか本当ボール奪われないよ。いやこれちょっと、いやちょっと待ってお前ちょっと待ってボール取れねえんだけど、なんでこれ、まあ、ちょ取られないような持ち方してるから。いや違うよこれ攻撃有利なんか小波さん守備どこ行ったの、ちょっと入れてるとかじゃなくて、わかんない程度と。まっすぐ、うわまっすぐな気持ちいい。最初の使いやすさとしてはやっぱラインブレーカーの、そう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 、おいふざけんなよそこ、小波さん守備おっと危ねえよ、何やってさすがに中は読むな。